僧兵たちと戦ったんだね。敵になって姿も変わったが強さは変わらない。中へ入ろう。地下室に監禁されたらしい。
兵たちの本性はこれか。地下室は研究棟にある。書斎の抜け穴を使おう。後で合流しよう。見て、研究室にまで入り込んでる。行こう、地下室はこっちだ。
この先はロボットの実験室だっけ。あのロボットも懐かしいね。それどころじゃないか。
お先にどうぞ。お待たせ。君たち二人が旅立ってすぐ状況が変わった。ザンダーが新世界を宣言し、僧兵たちが国中を制圧した。この一帯の制圧を指揮したのはエヴァなの。あいつやっぱり彼女だから俺たちはまだ良かったよ。他の僧兵たちは容赦がない。知る限りでは無事なのはニューヘブンだけ。ザンダーは噂によればザンダーは次の計画の準備をしてるらしい。そりゃまずいな。ところでルーガス、俺の飛行機はどこだ？そのことだけど。エンジンは無事だったよ。俺の大事な飛行機が。これって親指？で、あれは頭？ロボットのパーツで修理したのね。こんな寄せ集めでよく戻ってこられたもんだ。二人とも勇敢だな。ちょっと壊さないでよ。ルーカス、メンテナンスしてあげたいんだけど、構わないかしら？もちろんだよ。ねえ、ザンダーと僧兵と古代兵器対僕ら？そうだな、数万のロボットを持ってる知り合いでもいれば話は別だが。いや、絶対にダメだ。俺は行かないからな。どの面下げて会いに行けって言うんだ。あそこにカトリーナがいるのかな。ああ、そうだ、その通り。この厳重な警備はライダー用だよね。うん、どうあっても俺に入ってほしくないらしい。じゃあおじさんはここで待つよ。うん、車の留守番でもして。おじさん、